私はこのチームの中で唯一指導員ではありません。普段はフロントで仕事をしていて、入社2年目になり、責任感が必要な事務の仕事を覚えるのに必死です。事務の仕事というとパソコンや資料とばかり向き合う仕事だと思われがちですが、それだけではないと思うきっかけになった出来事がありました。今年迎えた20歳の誕生日に、広沢の卒業生の子がケーキと花束を持ってお祝いに来てくれました。その時、私はこの子が教習生の時に何か特別なことをしてあげられたのか考えてみても全く思いつきませんでした。後から会いに来てくれた理由として、教習生の時によく話を聞いてくれたというのが、その子の中で印象に残っていたことが分かりました。本当は話すのが好きなのに、楽しいことや辛いことがあっても話を聞いてくれる人がいないとよく言っていて、ストレスがたまると胃に穴が開いたり声が出なくなってしまうとも言っていました。私はこの時、自分が話をするのは苦手だけど、相手の話を聞き寄り添うことは私にもできることだし、私がしたいことだと気づきました。そして相手に寄り添うだけではなく、指導員の気持ちを伝えることができることも最近気がつきました。私は指導員がなぜ厳しく接するのかというのに意味をつけることができます。会社の顔であるフロントはスタートであり、最後に意味付けをできるゴールだと思っています。初めて入校の説明を聞きに来たお客様に寄り添い、少しでも不安を和らげ、指導員が教習をした後、さまざまな感情を抱いているお客様に命の尊さを伝えていくのが私の仕事のこだわりです。これは四国大会で発表した内容です。しかしこれは前までの私のこだわりです。今は任せてもらえる仕事が増え、お客様と会話をする機会は以前に比べると随分減ってしまいました。そんな今、私ができることは、新しく入ってきた子に今まで私が大事にしてきたことを伝えていくことだと思います。今まで私も初めのうちは早く新しい仕事を覚えたいという気持ちでいっぱいでしたが、前に出て目の前のお客様のことだけを考えて接客をできているのは、後ろで責任が大きい仕事をして支えてくれている人がいるからなんだということに気づくことができ、いつの間にか感謝の気持ちへと変わっていました。そして今、前に出て接客している人を支える立場へと変わっていっているのだと思っています。入社してすぐはできることも少なく、戸惑うことも多いと思います。けれど今一生懸命取り組んでいることで、誰かが元気づけられている、救われているということを知ってほしいという思いがあります。そこで自分が経験したことを伝え、実際に体験してもらえるといいなと思っています。これが今の私のこだわりです。皆さんは言いたいことを何でも言える、そんな人がいますか？僕は幼い頃、泣きたければ泣き、笑いたければ笑う、そんなごく当たり前な子供でした。
しかし父親の死という出来事により性格は一変しました。男の子だから強くならなくてはならない、そんな周囲の声を聞き、幼い僕は泣いたり怒ったりわがままを言ったり、自分の感情で周りの人に迷惑をかけないようにしなければならない、そんな風に強く思うようになりました。そこからは感情を押し殺し泣かないことが強さ、弱音を吐かないことが強さなんだ、そう思ってきました。それから月日が経ち、さまざまな人と触れ合う中でだんだんと考え方も変わり、さまざまな感情は出てくるようにはなったのですが、常にどこかで壁を感じていました。自分の気持ちを言葉に表すということに抵抗があったのです。話したって無駄だ、どうせ分かってくれないだろう、そんな思いが心の中にありました。感情を殺し、たくさんの人の迷惑にならないことを常に考え続けた結果、相手の立場に立ってものを考えるということは身につきました。そこから相手の気持ちを考えているうちに、僕は相手が心で何を感じ、何を言わんとしているのか、もっと深く知りたいと思うようになりました。そこからさらにたくさんの人と話をしていくうちに、自分と同じように言いたいことを押しとどめ溜め込んでいっている人がたくさんいるということに気がつきました。そして自分の気持ちを話すことで自分の心が軽くなる感覚を知りました。心打ち明けられる人がいる、その心強さが身に染みました。僕は教習指導員です。高校生や大学生といった若いお客様がほとんどです。その頃は言えない悩みや不安が多くあると思います。その子たちの心の声を言わなくても分かってあげることができれば、それが少しでもその子の変わるきっかけになってくれれば、自分のように苦しい思いをしなくても済むではないのか、そう感じるようになりました。そしてある人からの助言により、それは明確な思いへと変わっていきました。僕には僕の歩んだ過去があります。皆さんには皆さんだけの歩んだ過去があると思います。その過去は皆さんだけのものであり、それを理解するのはあなたしかできません。でもその過去を含め全てがあなたになっています。さまざまある過去の過ち、不安や後悔、それらを受け入れ、相手の立場に立ち、共にそこから抜け出す光を探す、そのお手伝いができたらなと思っています。これが僕のこだわりです。自分に今まで押し殺してきた思いがたくさんあるからこそ、僕と同じような悩みを抱えていたり、言いたくても言えないことがある、そんな心の声を聞き、そこに共感できるんではないか、聞くことでその人の負担を少しでも減らせるんではないかと思っています。気兼ねなく何でも話せるような、その人の安全地帯になれるようにこれから頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。さっきまであちらの方で話を聞かせていただいてたんですけども、それぞれの発表者様の方の言葉を聞いて、すごく涙が出る一言一言がすごいなって思ったんです。私今ここに立たせていただいているんですけども、こう全国大会っていうだけですごく緊張しています。でも僕も皆さんに自分がいただいた言葉のように少しでも伝えていけたらなと思いますので、頑張っていきます。
皆さん大切な人が急に目の前からいなくなったらどうでしょう。私の会社は自動車学校です。18歳のお客様が来てくれています。夢や希望を持って来るお客様もいると思うんですけども、やはり不安っていうのを持っています。免許を取ったら事故を起こすかもしれない、そういう不安、または社会に出て仕事をする責任、めんどくさいな、嫌だな、皆さんはどうだったでしょうか。私はなんとなく仕事をしてました。どんな意味で仕事をしているのか、何を目的に仕事をしているのか分かりませんでした。今は違います。自分のこだわりに気づくことができたからです。それは私は母親がいません。1歳の時に亡くなりました。それから私の祖父母が私を代わりに育ててくれました。しかし物心ついた時からこの状態だったので、私にはこれが当たり前だな、母親のいない僕が祖父母が育ててくれるのは当たり前だなって思ってたんです。でも違った、違うんです。それに気がついたのはつい最近です。私には3人の娘がいます。責任、大変さ感じます。最近祖母が亡くなりました。その時昔を振り返ったんです。私の祖母は、祖父は母親が亡くなって50歳の時です。その代わりに私を70歳育てるんです。その覚悟すごいなって思うんです。大変だなと思うんです。一生懸命育ててくれました、僕を。一つ記憶に残っている思い出があります。うちは祖母しか運転ができません。夕日に向かっていくところで、祖母は夕日きれいやな一言言うんです。祖父は言うたよ、前から車来ようけん数えてみようか、1台2台って一生懸命育ててくれました。祖父は命をかけて母親の思いを私に伝えてくれました。人間ってすごいと思いませんか。命をつなぐだけじゃなくて人の思いをつなぐ、そんなことができるんです。私はそういうことを今来てくれているお客様に伝えたいと思うようになった。
しかし道路社会どうでしょう。当たり前のように新聞に人が人を殺す、死んでしまう、当たり前のように流れています。そういう命っていうのをしっかり大切にしていきたいなと思います。そしてそれだけじゃない。私は自分のこだわりに気づいたときに、自分の人生が変わりました。見え方が変わったんです。過去なんて変わらないと思うかもしれませんが、過去の見え方は僕は変わりました。人生って変わるんです。そんなことを今来ているお客様に伝えたいな。そして今日一緒に発表してくれた山口さん、川野くん、最初に流れたムービー、今後ろにいるんですけど吉田くん、みんな3年目4年目の若手です。一人一人こだわり持ってます。それだけじゃなくて広沢職員全員こだわりを持ってます。それが今来てくれているお客様のモデルになったらいいな、大きな輪になっていけばいいな、苦しい時に僕たちを思い浮かべて帰ってきてくれたらいいな、踏ん張ってくれたらいいな、そう思います。これが私たちのこだわりです。広沢自動車学校の皆さん、ありがとうございました。